皆さんこんにちは。歌会中とも呼ばれる女性演歌歌手である島津亜矢さん。今回は島津亜矢が闘病生活を支える大物旦那の正体と現在の年収額について紹介します。まずは津亜矢の経歴とプロフィールから紹介します。島津亜矢は日本の女性演歌歌手、テレビ番組でポップスを歌う機会も増えており、2018年12月31日第69回 NHK 紅白歌合戦で時代を歌唱後、反響の高さで一時的に本人の公式ホームページがアクセスしづらい状況となった。ちなみにその前日は日本レコード大賞に出演し、宇多田ヒカルのファーストラブを歌唱。その歌唱力の高さがツイッターなどで絶賛されていた。ポップスの際には拳を回さず歌うほか、一番好きなのは北島三郎さんですからと、あくまで本職は演歌歌手であることを主張している。島津亜矢さんの演歌を聞いて、結婚しているのか、旦那はいるのか、子供は何人いるのか気になるところだと思います。そこで島津亜矢さんの結婚と旦那、子供について調べてみました。島津亜矢さんは現在53歳です。結婚して子供がいても不思議ではありませんが、ヤフーで島津亜矢で検索すると結婚というワードが出てきます。実際島津亜矢さんが結婚といった噂があることから、早速調べてみました。島津亜矢さんご自身が第70回 NHK 紅白歌合戦の中のインタビューで、相手がいないことを告白しています。その時の模様がこちらになります。島津亜矢さんの子供は何人いるのか、島津亜矢さんに現在旦那さんがいないことと、離婚歴もないことから子供はいません。ネットでは過去に島津亜矢さんが4人の子供がいる噂がありましたが、実は島津亜矢さんのアメーバブログで飼っている4匹の犬のことを娘と呼んでいて、島津亜矢さんの子供ではありませんでした。島津亜矢さんは現在50歳で独身ですが、このまま結婚されないのでしょうか。調べてみたところ、島津亜矢さんは以前に紅白歌合戦のリハーサルの取材で結婚について聞かれると、そのうち見えてくればとコメントされていました。また糸という曲が結婚式の定番曲になっていることについて、記者より自身の結婚についての質問が投げかけられると、そのうち見えてくればと赤面しながら回答し、今幸せですのでと言い、記者たちを和ませていた。島津亜矢さんは歌手として幸せですとコメントされています。島津亜矢さんの母親は当時お腹の中にいた島津亜矢さんに演歌を聴かせていたそうです。生まれてから歌を学ばせていました。島津亜矢さんにとって歌とは人生そのものです。島津亜矢さんの結婚は現在のところありません。これまで島津亜矢さんの本名や年齢、結婚されているのかについて紹介してきましたが、生い立ちについてもかなり気になっている方のコメントを見かけましたので調べてみました。島津亜矢さんには父親、母親、祖母を含む5人家族です。社心づいた時から演歌が好きで、3歳の時から北島三郎さんの大ファンだったそうです。島津さんが保育園の時にみんなで歌っていた時に一人だけ違う歌、声の違いを先生が聞いて演歌が歌る子として実力を見抜いていたそうです。それから島津さんの祖父母ガチビッコのど自慢を開催している場所を探しては出場されていました。熊本県で八びっこのど自慢が盛んに行われていました。島津さんは14歳の時に東京に上京しました。毎日寂しく泣いていた日々が続いていたそうです。毎日祖母には電話をして帰っておいでと言われる島津さんですが、その時に我に返り歌に集中するようにしていたそうです。15歳の時にデビュー。お果たす島津さんは嬉しいことに母親が東京に上京してきて一緒に住むようになりました。そして現在も母親は島津さんの仕事を手伝っています。島津亜矢さんといえば演歌です。歌唱力の高さは小さい時から天才少女と呼ばれるくらい演歌の大物になる素材だったので一生、そんな島津亜矢さんに歌会獣と呼ばれるようになったのはなぜでしょうか。声が大きいから調べた結果、以下の回答を見つけました。演歌に興味がなかった若者がカバー曲を聴いていいと思い、島津亜矢さんの演歌に興味を持って、若者にも人気が出てきて親しみを感じて歌会獣と呼ぶようになったらしいですね、という話をラジオで聞きましたよ。
島津亜矢さんの演歌を聞いて興味を持った若者が親しみを感じて歌会獣と呼ばれるようになりました。こちらは島津亜矢さんがミーシャさんの愛の形をカバーして歌っている動画です。他にもカバーしている方はたくさんいますが、島津さんは原曲通りまっすぐに歌ってくれる。変なアレンジで聞き苦しいところが一切ない。そして何よりとっても綺麗な声、何度も聴きたくなります。誰の曲も島津さんの曲になって本人が歌うより好きかも。本当に上手い人ってジャンルは問わずどの曲を歌っても素敵な曲になるんですね。聞き惚れます。ミーシャ大好きな俺がミーシャの曲を自分の音色で歌ってる人の歌声で感動したのはあなただけです。そんな島津さんの推定年収がなんと3000万円という噂があります。演歌歌手で最近ではポップスのカバーをしていることでも知られる島津さん。そんな島津さんは歌手として様々な公演を行っています。2023年は自身主催の全国コンサートを行っており、多い時には週2回ほどのペースでコンサートを開催しています。練習も必要ですし、全国へ回るとなると移動も多いので、このペースでコンサートをしていくのはさぞ大変でしょう。主催のコンサート以外にも様々なイベントで歌を披露することもあるようです。そんな島津さんの1回の公演に対するギャラは50万円以上なのではないかと予想されています。島津さんは紅白歌合戦にも出場した有名歌手です。演歌歌手の公演のギャラの相場は、新人は10から20万円ほど、中堅ベテランは20万から50万ほど、大物歌手は50万から100万円といったところなのだそうです。島津さんは有名歌手なので、おおよそ1公演50万円以上が相場なようです。しかし自身主催のコンサートの場合はチケットが何枚売れたかによって収益も変わってきます。そのため公演の規模やチケットの売り上げによって島津さんが手にするギャラも変わってくるようですが、島津さんは2023年度は約27回公演を行っているので、公演での収入が年間1350万円、2700万円ほどあると想定できます。かなりの額ですよね。1公演で何曲も披露しますし、着物を着たり移動もあったりと手間もかかります。そのため、このくらいのギャラはもらって当然なのかもしれませんね。1公演で50万円以上のギャラをもらっていると予想される島津さん。そんな島津さんは、年収が3000万円前後と言われています。かなりの額と言えますが、その収入源は何なのでしょうか。調べてみると、まず大きな収入源になっているのはやはりコンサートです。島津さんは積極的に全国を巡礼するコンサートを開催しています。チケットの売れ行きも順調なようなので、コンサートでのギャラは島津さんにとって大きな収入源となっていることは間違いないようです。次にテレビ出演です。島津さんはカラオケ番組でポップスを披露したりすることがあります。テレビ出演によって若い人にも認知されるようになりましたよね。他にもバスや電車の旅行番組にも出演することもありますし、音楽番組で自身の曲を披露することもあります。このようなテレビへの出演も島津さんの大事な収入源となっていますし、認知度にも大きく影響しているようです。また YouTube の収益もあるようです。島津さんは島津亜矢公式歌会獣チャンネルという YouTube チャンネルを保有しており、登録者数は9万人です。一番多く再生されている動画は約400万回と驚異の回数を誇っています。約9万人の登録者数だと YouTube の収益は月50から80万円ほどだと言われています。そのため島津さんは YouTube による年収は600万から960万円ほどあると思われます。島津さんは事務所に所属しているので、事務所が持っていく分があり、編集者などに支払われる代金もあるので、全てが島津さんの手元に来るわけではないと思いますが、大事な収入源になっていることは間違いないようです。またこの他にもカラオケの印税やサブスクリプションなどからの収益、ラジオ出演もあります。また愛犬家である島津さんは犬のグッズプロデュー、寿司ブランドシンガロングを立ち上げています。これらの収益をすべて鑑みると、島津さんの年収は2500から3000万円ほどになると予想できます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。